はい、皆さんこんばんは。夢高 TV の時間です。今日は富山院のね、美容整体の部屋からね、お届けしたいと思うんですけども、美容整体の方ではですね、小顔というね、メニューもありますけども、顔にちなんで、この顎にね、今日は注目してみたいと思うんですけども、顎の関節というのは、この頭蓋骨はね、ちょっと歯が一本行方不明になってるんですけどもね、こんな感じで顎は動きますね。で、両方同じように動いていくわけなんですね。両方同じように動きます。片方だけ動いて片方が動かないということは基本的にはありえないねという関節になってくるわけなんですけども、ただやっぱ右側だけで噛んでたりとか左側だけで噛んでたりするとバランスが当然、ね、バランスが崩れてきて、右と左で痛みをね違うように感じることもあるかもしれませんね。で、顎関節症というのがあるんですけども、顎の痛みですよね。顎を、口を上げた時にですね、この顎ではどうなるかというと、この山をですね、こう乗り越えるわけですね。こうやってね、口を大きく開けるとですね、この山をこうやって乗り越えてくるわけです。そうすると、ここには軟骨がありますから、この軟骨をね、場合によっては痛める可能性がある。それが顎関節というね、痛みになってくるわけですけども、こうやってね、顎に指を置いてですね、口を大きく開けていきます。そうすると、カクカク言ったりすると思うんですね。カクというか、ここが動いてる感じがね、わかると思うんですけども、それをね、まず分かってください。そして中にはですね、口を大きく開けたときに、というふうにね、ずれて開く人がいると思うんですね。そういった人はですね、顎関節の動きが悪い人です。そうなると、この辺の筋肉の緊張とかですね、場合によってはやっぱ顎関節症といってね、痛みに変わってくる可能性がありますので、まずここを押さえながら、ゆっくり口を開けて、まっすぐ口を開けて、まっすぐ口が閉じる。こういったね、練習をしてもらうといいと思います。これが、顎関節のね、リハビリにもなりますので、ゆっくり。で、一回でもぐにゃっとなってしまったら、それやり直しですね。なるべくゆっくり開けて、ちゃんと正確に開けれるような練習を、1日10回ぐらいね、してもらうといいんじゃないかなと思いますのでね。顎関節のリハビリだと思ってやってみてください。はい。ということですね、今日はちょっとこの顎の痛み、結構ね、顎をガクガク言うんですとかね、顎が痛くて困ってるんですっていう人がいますので、そういった人もね、今みたいな感じでちょっとやってみてください。はい、今日はね、小顔の方から、顎関節、顎のね、お話をさせていただきました。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。